こんにちは、西粟倉村の山根です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、ある YouTuber の方を紹介したいと思います。それは岡山が生んだ若きヒーロー、花屋龍馬さん。花屋龍馬さんを紹介したいと思います。実はですね、この花屋龍馬さんがですね、僕の紹介動画を作ってくださいました。龍馬さんね、この紹介動画の後すぐにチャンネル登録者さんがね、このちょっと3名ほど増えました。ありがとうございました。やっぱりね、この影響力のある方が紹介してくださるとね、すごいですね。本当にありがとうございます。はい、このね、花屋龍馬さんなんですが、この YouTube をね、このされて、まあ、1年に達しないうちにもう1000人を超えて、今もうね、2000人に迫る勢いなんですが、彼はですね、もともと普通に、まあ、労働者というか、働いておられてですね、片枠大工さんですかね、片枠大工さんだったんですが、そこ、この労働から今抜けてですね、この一人で稼ぐということでね、このそういうフェーズに入っています。労働から抜けてですね、一人で稼ぐ。その YouTube の内容はですね、こう遊戯王メルカリ転売とかね、あとオンラインサロンとか、この YouTube でのこの稼ぎ方とか、まあ、YouTube のこのね、この始め方とか、今やり方とかね、まあ、丁寧に教えてくださっている方です。本当にね、このぜひね、見てほしいんですが、彼もこの若い、まだ20代ですよ。20代でもうそういうフェーズに入ったっていうことはね、本当にこのおっさんから見たらね、もうすごい、もう考えられないですね。と言いますのが、まあ、僕なんかはね、まあ、龍馬さんの年だったらもう遊ぶばっかりでね、もうバイクとか好きで、もうバイク乗り回したり、将来のことなんかね、恥ずかしいんですが、もう全く考えてなかったです。それでね、気づくとね、この年、50前ですよ。でもね、まあ40代になってね、初めて気づいて、いや、これはちょっとやべえんじゃねえかって思ってね、まあ確かにやばいです。まあ手遅れ状態ですけど、でもまあそこからでもね、まあなんかやっちゃらにはいけんと思うて、今、YouTube とかね、いろいろやってます。まだね、この、まあ、YouTube では収益化はできてないんですが、まあそれも、この一つのね、この目標としてね、まあ頑張っていきたいと思います。と言いますかね、今ね、お気づきの方おられると思いますが、まあ、岡山弁がね、こう自然とまあ出ました。っていうのが、まあ、龍馬さんが岡山の方なんですね。岡山の県南の方なんで、まあちょっと若干喋り方はね、違うと思うんですけど、同じ岡山県民なんでね、このついつい岡山弁が出てしもうたんですよ。はい。ということでね、ぜひね、この、まあ若い方にね、こう見てほしいっていうのもあるんですが、まあ僕たちこの、おっさん世代ですね。おっさん世代も本当にためになるチャンネルなんでね、見てほしいと思います。いや、彼はね、本当もう喋りもね、うまいですしね。まあ女性の方見てくださいね。まあ男前ですしね。まあ頭もいいしね。結構、まあ努力されているんじゃないかなと思いますね。だってね、まあ何回も言いますけど、20代でもそういうふうに、ね、考えても、自分で稼いでるんですよ、本当に。いやー、おっさん、このおっさんも見習わにはいけんな、ほんまに。なんでね、まあ、龍馬さんのチャンネルなんかね、影響を受けて僕はまあ真似して、ゴメンタリスト純ですとかね、やったりしたこともあるんですけどね。まあまあ、龍馬さんのチャンネル本当にためになります。まあ僕のはね、ふざけた動画であったり、まあ時々はもう人のためになることもやるんですよね。やっぱり長続きさせようと思ったら、こう、やりたくないことをやってもね、続かないしと思って。でもなんとかまあ、頑張ってね、チャンネル登録者さん1000人超えれるように
頑張っていきたいと思います。なのでね、本当に、いやー、岡山県人なんでね、龍馬さん、この、なんかね、昨日ちょっと考えたんですけどね、同じ岡山県民としてね、岡山県民、この岡山を一丁やっちゃろうぜっていう感じでね、行きたいですね。何言ってんでしょうね、僕は。まあこんな感じなんですけど、本当にね、ありがとうございました。これ、チャンネルを見てくださってね。だって、あんな動画しかね、作れない、この、50前のおっさん、情けないですが、まあ、なんとか頑張っていきたいと思います。またね、同じ岡山なんでね、まあ、いつか会える日があると思います。その時はね、またよろしくお願いします。それからね、また今後とも引き続きよろしくお願いします。ではね、ちょっと簡単にではありますが、このね、花屋の龍馬さんを紹介しました。概要欄の方にね、貼っておきますんで、ぜひ見てください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。